なにこれ。ん？なにこれ。わお。どうしたらいいのかな。どうも、お土産屋でよく見かけるキーブレードです。今回は人気少年漫画雑誌が夢のコラボをして誕生したゲーム、サンデー VS マガジン終結頂上決戦をプレイしたいと思います。スマブラにちなんだありがちなオールスターゲームって感じなんですけど、このゲーム一言で表すのであれば未調理の餃子の皮ですね。は？よくわからない人に説明すると、餃子っていう食い物は餃子の皮に野菜と肉を混ぜ合わせて作られた餃子の種を包み込んで、それを加熱、つまり焼くことによって完成します。でもってこのゲーム、ジャンルは格闘ゲームなんですけど、キャラゲーとして中身がほとんどない挙句、格闘ゲームとしても出来が悪すぎるので、未調理の餃子の皮みたいなゲームというわけです。なのでここからは例え話ではなく具体例を挙げていきたいと思います。はい、モードがいくつかありますが、まずはアーケードモードをやりましょう。この謎の女のボイスは一生鳴るので諦めてください。はい、初期キャラクターは12キャラで、隠しキャラを含めると総勢30です。なのでこの動画はエンディングを見ることと全キャラ解放をゴールとしましょう。参戦キャラの紹介は後でやるとして、とりあえず最初は初めの一歩の主人公、幕の内一歩を使います。幕の内だからこのボイスは何なんだよ。キャラ選択後ムービーが流れますが、キャラは一切喋りません。その理由は後で判明します。幕の内 vs バーン。ちなみにこのゲームロードがやたら長くて、対戦が始まるまでに20秒くらいかかります。はい、原作同様一歩の重いパンチが放たれていますが、ゲーム内でそれを再現したのか知りませんが、動きがくっそ重くてカクカクなんですよね。私の動画を見すぎてそんなカクカクしてなくねって思う人に、同じ PSP の格闘ゲームの映像をお見せします。はい、こちらは実写版ドラゴンボールのゲームなんですけど、めちゃくちゃヌルヌル動いてるしハイスピードですよね。このゲームも大概なんで結構バカにしてたんですけど、こうして見ると格闘ゲームとしてはかなり出来はいいですね。サンデー VS マガジンに戻りますが、本当にカクカクです。スピード感もあったもんじゃない。それをごまかすかのようにたくさんの擬音が画面に出てますが、違うそうじゃないって言いたくなります。一歩は手数で押すパンチキャラなんでまだマシなんですけど、剣キャラの犬夜叉はもっとひどいです。こちらをご覧ください。つってもすでにカクカクでひどいですけどね。はい、このように犬夜叉の体現している武器でもある鉄斎牙を使うモーションが全体的に終わってまして、特に通常攻撃が全てにおいてクソみたいな性能をしており、カクカクっぷりも極めています。全点で回避したクロワッサン仮面が困惑するレベルの発生の遅さと後隙のでっかさを誇っています。そして剣キャラが合間見える時、カクカクは最高潮に達します。特にこのサムライビーパーの Q がひどくてですね、攻撃がカクカクすぎて立ち筋が見えないとか、カクカク剣士とか配信で呼ばれてました。ちなみに犬夜叉は弱すぎたので負け犬夜叉とかいうあだ名がつきました。というかこの三段攻撃ひどすぎません。
フレームレートいくつ出てるんだこのゲーム。はい、一歩がくっそ情けない声でやられましたが、気づいてる人はいると思いますが、アニメと声が違います。それどころかこのゲームにオリジナルキャストは一人もいません。つまりアニメの声優と同じ声優が一人も起用されていないということです。アニメの声優がそのキャラの全てとは言えないですけど、アニメからその作品に触れた人も多いはずなので、この手抜きっぷりはさすがにひどい。しかもアニメ声優じゃないだけではなく、このオリキャス0人を隠すように、全てのキャラクターが原作の名台詞や必殺技名を喋ることがありません。それゆえにキャラ同士の掛け合いもなし、同じ作品のキャラであっても会話することもなし、ひたすらえいっとかやーっとかたーとかの掛け声しか発しません。これで動画冒頭に言っていた未調理の餃子の皮って意味がご理解いただけたでしょうか。そして次は格闘ゲームとしての出来なんですけど、カクカクしてるだけならまだしも、バランスもしっかり崩壊しています。例えばこの結界師の主人公吉森なんですけど、原作だと結界を駆使して攻撃したり防御したり移動手段としたりするテクニカルな戦い方を取るんですが、画面見ればわかるんですけど、何下がりして結界を展開しながらひたすら式神で岩を投げつけるといった障害悪戦法で相手を寄せつけずに倒せます。ちなみにこのゲームアシストキャラという概念があります。吉森の場合、兄貴である正森が多重結界を張ってくれるんですけど、キャラのグラフィックを用意する予算がなかったのか、全てのアシストキャラにグラフィックがありません。でこのゲームキャラの HP がなくなるとスロー演出で倒れるんですけど、正森アシストで倒すと面白いことになります。ルーシー、ああ俺デーモンになっちゃったよ。悪魔の力ないです。ま、嘘なんですけどね。レジェンド枠としてデビルマンもこのゲームに参戦しています。先ほどはアシストキャラのみ参戦の絶望先生の効果でお互いの HP が1になるというチート能力のおかげで即死しました。このゲームにはぶっ壊れアシストが多くてですね、必殺技が使い放題になったり時を止めることができたりと、割とやり大放題なクソ性能アシストばかりなので、対人戦で縛らずにやったらリアルファイト不可避でしょうね。ちなみにデビルマンの性能としては微妙な中距離キャラって感じですね。なんとも言えない性能をしています。そしてここからは近接キャラでのクソキャラ紹介です。私が一番壊れてると思うのはエアギアのクロワッサン仮面ですね。このキャラの壊れポイントはこれです。はい、この上昇しながらキックする技があまりにもぶち壊れていまして、発生判定ともに優秀で技を出した後の隙もほぼありませんし、何より打った後加工しながらのキックに即派生でき、ゲージ回収効率も打キャラの数倍あってまごうことなき壊れです。なのでこの技を連発してるだけで負けることはありません。あれ、この動きはどこかで見たことあるような。あ、これか。いや、クロワッサン仮面はブエンストだったんですね。はい、このゲームのいろいろを語ってきましたが、この動画のゴールでもある全キャラ解放に関して説明します。とりあえず全キャラを出すにはアーケードモードを20周しなければなりません。しかも1周7戦もあるので最低140戦こなす必要があり相当な苦行です。それだけならまだいいんですけど、はい、こちらがクエストモードですね。ごちゃごちゃしててよくわからないと思うんですが、
このゲームオリジナルのしょうもない手抜き的キャラをひたすら倒していくだけというモードです。内容的にはスマブラ X の悪夢の飛車モードを1000倍薄めたくらいの内容です。スッカスカルコロの騒ぎじゃないです。だって雑魚敵倒してるだけだし。一応このモードをやると新しいアシストキャラが手に入ったり、プレイアブルキャラの新しい必殺技を解放するためのアイテムが手に入ったりします。ただ一番重要なのがガナーにドロップするマガジンチケットとサンデーチケットですね。これら5枚を集めると隠しキャラを入手できるのですが、ドロップ率がかなり低く、最高難易度クエストをクリアして1枚か2枚出るかどうかって感じです。で、クエストさんの隠しキャラは合計5キャラいるので、サンデーチケットを10枚、マガジンチケットを15枚集める必要があります。しかもチケットの最大所持枚数が5枚なので、すでに4枚集めてる状態で仮に3枚ドロップしても1枚しか入手した扱いになりません。そのためこのひたすら虚無なクエストを何十周してやっと集められる感じですね。あと説明し忘れてましたけど、このゲームにストーリー的なものは一切ありませんからね。キャラボイスが実質ないようなものなので実装できる余地すらないでしょう。あ、でもこのクエストモードはなぜかマルチプレイに対応しているので友人と集まってワイワイやれば楽しいかもしれません。私だったらこのゲームのマルチやろうとか言ってくる友人いたら縁切りますけどね。はい、10時間を超える作業の末に全キャラ解放を成し遂げました。一応参戦キャラの紹介をすると、絶対カレンチルドレンの香る、ハヤテのごとくのハヤテ、魔法先生ネギマのネギ、フェアリーテイルのルーシー、同じくフェアリーテイルの夏、エアギアのイツキ、同じくエアギアのクロワッサン仮面、史上最強の弟子剣一のケンイチ、結界師のトキメ、同じく結界師のヨシモリ、史上最強の弟子剣一のミュウ、植木の法則のコウスケ、メカ沢新一、はじめの一歩の高村、同じくはじめの一歩の一歩、ゲットバッカーズ奪還屋の番、サムライリーパー今日の今日、烈火の炎の烈火、犬夜叉の犬夜叉、アームズの領牛尾と虎の牛尾、究極超人 R の田中一郎、炎の転校生の昇る、刃の刃、お前は虎になるのだ、ターデビルマン、コウタロウまかり通るのコウタロウ、明日のジョーのジョー、サイボーグ009のジョー、そして最後はサッポロー、そんなわけねえじゃん、ボスは誰だよ。はい、ボスです。え、皆さん知らないんですか？ボスですよ、ボスと言っても私も知らないんで、調べてみたところ、このゲームのオリキャラですね。クエストモードのラスボス的存在でして、倒すとプレイアブルキャラとして使えるようになります。いや、こいつ使えるようにするくらいならもっと他のキャラ参戦させろや。ちなみに強さですが、敵としてならクロワッサン仮面で適当に蹴ってれば倒せます。プレイアブルキャラとしては普通にぶっ壊れキャラですね。ボスとかいう適当な名前のくせにめちゃくちゃ強いですな。はい、ボスを倒しました。え、なんで倒れてないの？いや死ぬんかい。はい、どうもクソ投稿者です。ボスを倒すと、このゲームクリアということで一応エンディングが流れます。はい。で、サンデー VS マガジン集結頂上決戦、いかがでしたでしょうか。一応ね、全キャラ解放ということで、それがクリアという証として、この動画に収めさせていただいたんですけど、いやー、虚無でしたね。はい。マジで面白くなかったです。はい。なんだろう、本当に久しぶりにシンプルに面白くねえなっていう、ゲームでしたかね。はい。
自分格ゲー普段やらないんですけど、そのパーティーゲーチックなノリなのかなと思ったら、まあ、普通に 2D の格ゲーだし、2D の格ゲーとして見ても、本当にカックカクだし、なんかもう必殺技ももっさりだして質が低いし、なおかつそのキャラゲーとしての、そのオリジナルキャストゼロで掛け合いもないし、そもそもエイとかターとかワーしか言わないっていうボイスも、本当に何を考えてこれで発売したんだっていう気持ちになりましたね。まああとは参戦キャラがちょっと何とも言えないですよね。はい。刃が参戦してるのはいいんですけど、コナンが出てなかったりとか、まあそのバトルキャラと言われればどうなのかなっていうところもあるんですけど、そこも出てないし、まああとはガッシュですね。まあガッシュはその小学館がやらかして原稿が全部紛失したがために、おそらく原作者ともいざこざで参戦できなかったっていうこともあるでしょうし、まあ他にもね、その2キャラ出てるタイトルと1キャラのタイトルの差もよくちょっとわかんないし、まあ挙句の果てにボスって、はい、いや違うだろと、ボスじゃないだろそこはと、はい、言いたくなりましたね。であとはね、一応全キャラでね、攻略してみたんですけど、紹介はできなかったんで、はい、まあそこら辺は配信アーカイブとか見て、保管してくれるとありがたいです。一応動画の詳細文にね、URL とか貼っとくんで、物好きな方は、見てくれればいいなと思います。はい、ということでね、今回はスマブラのね最後の DLC キャラソラが発表されて記念で、このオールスターゲームをやってみたんですけど、まあこんな感じでしたね。はい、やっぱスマブラってすげえやって思いました。ということでね、以上で、この動画を終わりたいと思います。また次のゲームでお会いしましょう。バトルキャラクターゲット。